ローマ国立博物館は、ローマにある古代ギリシア、古代ローマの彫刻、壁画、考古遺物などを展示する博物館である。ローマのテルミニ駅近くにある古代ローマの浴場後に1911年、イタリア統一50周年を記念して開館した博物館である。そのため、テルメ博物館の別称で親しまれてきた。ディオクレティアヌステイ浴場は、著名なカラカラ浴場より、 さらに規模が大きく3000人を収容することができたという。16世紀にはミケランジェロが浴場の遺構を生かしてここにサンタマリアデリアンジェリ聖堂を建設した。ミケランジェロの死の直後、1565年には彼の構想に基づく回廊も建設されている。ローマ国立博物館は20世紀末まではこの浴場跡を主たる展示館としてきたが、 建物の老朽化や、博物館施設としての不備が指摘されていた。このため、彫刻、壁画などの主要な陳列品は、近接するマッシモグルと市内ナボーナ広場近くのアルテンプスグに移され、現在ではそちらで公開されている。ルドビシの玉座収蔵品は、ローマ及び周辺から発掘された古代の彫刻、壁画、モザイク、考古遺物などである。 数奇鏡ルドビシのコレクションにあったことからその名がある。ルドビシの玉座は、アルテンプス宮に展示されている。現代に残る古代イギリシア彫刻は、原作そのものでなく、ローマ時代の模国である場合が多いが、ルドビシの玉座は、紀元前5世紀のギリシャで制作されたオリジナルで、海から生まれるアフロディテを表している。マッシモグーには、アウグストステイの日、 リウやドルシュラの別荘の壁画であった、リビア家のフレスコなどが収蔵されている。ありがとうございます。